皆さんこんにちは、夏太郎です。今日の動画は貯金500万円チャレンジ。8月の暑さ、ゲリラ雷雨や台風にも負けずにコツコツとしてきました。そんな8月の家計管理の様子をお届けします。それでは動画スタート。ではまずお財布のリセットからやっていきます。お札は残っていません。レシートは少し溜まっています。こちらのポケットにはもしもの時のための現金、ゆきっちーさんが相変わらず忍んでくれています。それでは小銭をすべて出していきます。8月は432円余っていました。細かいものはお買い物で使ってしまおうと思うので、1円玉だけお財布に戻して、残りの小銭は、みなさんこんにちは、こちらのカエルさんの貯金箱で今までは保管していましたが、今はカエルさんは見守り役。今年の初めからは微々たる額ではあるのですが、残った小銭は募金箱に入れるという習慣をつけている最中です。なので8月も袋に入れて募金箱のところまで持っていきます。またね。次はこちら、現金管理だけどクレジットカードで支払いをした分避けておいたお金を見ていきます。クレジットカードはポイントが貯まるし、いろいろと便利なのですが、使いすぎてしまう危険があるので、現金で予算を用意しておき、カードで支払った分を避けておくということで使いすぎを防いでいます。使った金額は1000円札が4枚、4000円です。本来これはカード代引き落としのために口座に入れるお金なのですが、とりあえず端に避けておいて、まず家に入れるお金から確認していきます。夫からは生活費として25万円預かりました。私の収入はこちら、いつものように楽天銀行に入ってきます。そのうち税金の支払いで必要な分を別の口座に分けておきます。そして残った23万5千円を家計に入れていきます。家賃や光熱費など口座で管理している分は残しておいて、現金で管理をする分を下ろしてきました。下ろしてきたお金を数えていきます。今回新しいお札の栄一さんに会えるかなと思っていたのですが、まだ私の手元にはやってきませんでした。ゆきちさんが3枚、千円札が28枚、合わせて5万8000円あります。 ATM でのお金の出し入れはなるべくシンプルにしたくて、口座に戻すはずだった分のお金を引いて下ろしてきたので、こちらにお金を足していきます。というわけで9月は6万2000円でやりくりをします。いつものように家計簿を見ながら現金を振り分けしていきます。9月の家計簿は紫を基調にして華やかに仕上げてみました。予算の上から真ん中ら辺、奨学金までは口座で管理している項目なので、お小遣いから下の現金管理の分を振り分けします。白丸の夫のお小遣いは夫自身で管理してもらっています。黒丸の日用品費から下の項目を振り分けます。まずは日用品費、月2000円です。トイレットペーパーとティッシュはふるさと納税でいただいたものを使ったり、いろんな種類の洗剤を持たずシンプルな洗剤をいろいろ使い回すことで、日用品費が少ない金額でなんとかギリギリ回っています。次はこちら、キャンドゥのファイルで管理している積み立ての項目を分けていきます。まずは夫婦2人の積み立てのものから。こちらのダイソーのポチ袋で袋分け管理をしています。まずはお楽しみ貯金、月2万円です。これは楽しみなことに使うために貯めているお金です。連休の時のレジャー費として使ったり、欲しいものを買うのに使ったりしています。
今年もだんだん溜まってきたのですが、今年は11月頃に旅行で大きく使う予定です。旅行の Vlog などでまた報告しますね。次はこちら、親孝行貯金月5000円です。これは友達の真似をして始めた貯金で、今年で4年目になります。毎月5000円ずつ貯めて、年末にお互いの両親へプレゼントというルーティーンで何年かやってきたのですが、今年からはちょっとやり方を変えて、貯まってきたものを順番に使って、お互いの両親へ向けてやってみたかった親孝行を少しずつやっていこうと思います。第1弾として旅行を計画し、今度9月に行ってくる予定なので、ここにあるお金を一旦すべて出して使っていきます。取り出した使う予定のお金はこちら、ダイソーの蛇腹ケースで管理をしておきます。旅行のインデックスは特に用意してなかったので、空いている奥のポケットに入れておきます。実は去年から温めていた計画なので、やっと実行できることが嬉しいです。さて次は我が家の愛車ダンゴ丸号のための予算、月1万円です。車検の期限が9月の頭だったので、8月の終わりに車検も済ませてしまいました。車検のお金は積み立てていたお金で足りたのですが、ちょっとハプニングがありまして、実は車検の直前にタイヤがパンクしてしまって、急遽タイヤ交換も行いました。そのタイヤのパンク、バーストの仕方がちょっとボロボロでひどかったので、しばらくこんなことが起きないようにと、少しだけいいタイヤを選びました。そのため少し予算オーバーしてしまって、足が出た分今夫が立て替えてくれています。なので今月入れる分のこの1万円はまず夫に埋め合わせとして渡します。それでも5000円足りないので、その足りなかった分は貯めてきた貯金、生活防衛費から夫に渡すということで、ここにイレギュラー出費マイナス5000円と記しておきます。いやー、私も夫もタイヤのパンクは初めてだったのですが、特に大きな事故になるようなこともなく、無事に過ごせてとりあえず良かったです。はい、これで夫婦2人の積み立てのものができたので、次に私個人の積み立ての項目を振り分けしていきます。同じようにダイソーのポチ袋で管理しています。まずはコンタクト代月2000円です。コンタクトとケア用品は半年分をお家に届けてくれるメガネスーパーのお得な定期便を使っています。支払いも半年に1回なので、貯まったらこちらのお金で支払いをします。次に美容費月3000円です。3000円ずつ積み立てをして、4ヶ月で1万2000円貯まります。その中から美容室代とコスメ代などに使っていくというルーティンでやっています。ちょっとフライングして7月の間にコスメを1個買って減っちゃったんですが、とりあえず1万1000円貯まったので、9月にはヘアカットに行きます。どうしようかな。貯まった1万1000円のうち3000円はコスメで使いたいという予定が決まっているので、用途ごとに分けて保管しようかなと思います。ダイソーの蛇腹ケースのコスメのポケットには使う予定の3000円を入れておきます。そうするとここには8000円残ります。ヘアカットはだいたい6000円なのですが、ちょっと今回はトリートメントを一緒にお願いするのもありかも。というわけでヘアカットのところに残り8000円もしまっておきます。美容室に行く日にお財布に移して持っていきます。さてと次はプレゼント代月5000円です。お小遣いとは別でプレゼントのための予算を作ってから贈り物選びが楽しくなったので、とても気に入っている仕組みです。出たり入ったりが多いので、矢印をたどってたどって一番最後の丸の中が今ある金額という風に書いて管理をしています。10月に夫の誕生日があるので、今はそこに向けて貯めている最中です。
さて、これで私個人の積み立ての項目も振り分けできました。次に私のへそくりを増やしていこうと思います。毎月少しずつこの封筒に貯めていって、欲しいものリストの中から順番に欲しいものをゲットしていくという仕組みです。こちらに書いてあるものはすでに欲しいと決まっているものだけではなくて、迷っているものなんかも書いてあります。書いてお金を貯めている間に本当にそのものが必要なのかとか、買うとしたらどこのメーカーのどの商品にするかなどをたくさん情報収集してよく考えて、お買い物の失敗を防ぐように心がけています。今ここに残っているお金のうち、お小遣いの分だけを省いておいて、残るお金 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1万円を今回はへそくりに入れていきます。今回の1万円を足すと2万7000円になるんですよ。おー、結構たまった、なんか欲しかったもの買っちゃおうかなと舞い上がりそうになったのですが、ちょっとうかりしていて、今度親孝行貯金を使っていく旅行の時の旅行に持っていく自分のお小遣いを用意するの忘れていたので、ここのへそくりを今回使おうと思います。もう全部持ってっちゃってパーッと遊んでこようかな。というわけで、使う予定のこのお金は蛇腹ケースの旅行のところのお金と一緒に入れておこうと思います。というわけで、一旦へそくりがゼロ振り出しに戻っちゃって、欲しいものをお迎えに行けるのはもう少し先になっちゃうんですけど、でも今回の旅行もすごくすごく楽しみにしていることなので、美味しいものとかいっぱい食べて有意義に使ってこようと思います。はい、では最後、こちらに残っている5,000円、これが9月の私のお小遣いとなります。お小遣いはお財布に入れるとすぐになくなってしまうので、蛇腹ケースのフリーのポケットに入れて管理をしておきます。使う時に使う分だけをお財布に入れて持っていく予定です。はい、というわけで今月も無事にお金の振り分けができました。それでは次にお気に入りのシールを使って貯金を楽しんでいこうと思います。先取り貯金が無事にできた時はシールを1枚ずつ貼ってできたを可視化するようにしています。毎月少しずつイラストに色が加えられていくのが楽しくて、コンプリートしたくなってついモチベも上がってしまいます。今年も残りあと4つ、頑張るぞ。次はお小遣い購入品紹介です。5000円のお小遣いで買ってきたものを紹介します。まずはこちら、夫と行ったお祭りの花火大会の時、屋台で1000円分使いました。はしゃいでいてちょっと写真撮るの忘れちゃったんですけど、こういうものを買いました。次はこちら、ダイソーで買ったものたちで作ったペンケースを紹介します。まずはこちら、3本セットで100円のマーカーです。淡い色合いがとても気に入っています。ちなみに今回の動画に登場している9月の家計簿はこの紫を使って書いています。次はこちら、スマートなタイプのハサミを購入してみました。このパッと見ハサミじゃない感じがとても気に入っています。次はこちら、ミニテープのりです。買ってみたんですけど、ちょっとまだ使ってなくて使い心地は不明です。でも大きさはいい感じ。最後にこのメッシュ型のペンケースです。これらはちょっと職場に普段は持って行って、職場の休憩時間などに手帳タイムに使うようにしています。はい、次はこちら、メラノ CC の美容液と酵素洗顔です。どちらも毛穴に効果を感じるのにとてもコスパが良いと感じます。次はこちら、しまむらで購入したオーバーサイズの T シャツです。パジャマとしてゆるっと使いたかったので、ワンサイズ大きめの L サイズを購入しました。
次はこちら、ダイソー系列の雑貨屋さんのスリーピーで購入したお弁当箱です。今まで使っていたこのお気に入りのトトロのお弁当箱、多分6、7年ぐらい使ったと思うんですけど、パッキンがダメになってしまったので今回買い替えとしました。こうして2段のお弁当になっていて、このミニフォークが付いているのが個人的推しポイントです。ちょっと食べにくいんですけどね。カトラリーもこの一体型にまとまる、かつコンパクトで、しかも見た目も可愛いっていうのが結構いいんですよね。ちなみにこんな感じで重ねて重ねて1段にして持ち帰ることができます。以上、8月の購入品でした。8月もあっという間に月末となりました。今月も家計簿を締めていこうと思います。まずはお財布に残っているレシートの記入をしていきます。今月は少しレシート貯めてしまいましたが、書くのは金額だけなのでちゃちゃっと終わってしまいますね。はい、というわけで右側のレシートの欄が埋まったので、左のページ真ん中、実績の欄を書いていきます。家賃、水、移動、ガス、電気、通信、食費、交通費、ポッチポッチ、カッキカッキ、はい、完成。実績の欄が書けたので、予算と実績の差額を計算します。今月は通信費が400円ほど予算オーバーしてしまいましたが、家計全体で見ると黒字なので、まあ OK な範囲かなと思います。最後に予算と実績の差額の合計を出して、8月の残しだめの分とするのですが、今回この食費の残りの3100円ぐらいは、残しだめに入れないこととします。この3000円は8月の月末に夫と2人で8月のご褒美として外食に行くときに使っちゃおうと思います。というわけでその他の部分を計算すると、8月残っていたのは4738円。小銭の分は切り捨てて考えてしまうので、残しだめは4000円とします。はい、これで8月の家計簿の締め作業完了です。では最後に気になる現在の貯金額を確認していきます。家に入れているお金から出費や積み立ての分を引くと、先取りで貯められるのは218,000円、そのうちイデコに20,000円、ニーサに70,000円のお金を入れていきます。なのでその分を引くと、現金での先取り貯金額は128,000円となります。ここで貯蓄率も計算しておこうと思います。積み立てをしている分や残しだめ、先取り貯金の分が家に入れているお金に対してどれぐらいの割合なのか計算すると 55.05% ですね。なかなかいい感じです。では次に毎月恒例のNISAのチェックをやっていきます。じゃじゃーん。現在727,262円で、一応プラスに推移している感じですかね。8月には歴史的なほど日経平均株価もこう乱高下していた時もあって、やっぱり投資って怖いみたいな感じで不安になった方もいるのかなと思いますが、どうでしたか？私もちょっとドキドキはしてしまったんですけれども、NISAに関しては15年とか20年とかの長期で取り組むと決めて始めているので、揺るがず淡々と続けていきます。最悪マイナスになっても生活には影響が出ないお金で取り組むというところは守ってやっているので、今月も変わらず同じ金額を入れました。というわけで投資に入れているお金は全部で817,262円となります。次に現金貯金を確認していきます。先月までに貯めたお金が219,4452円となっています。で、今月は車検とタイヤ交換をした時に足りなかった分の5,000円をここの現金貯金、
生活防衛費というところから出すということになっているので、イレギュラーでマイナス5000円となってます。では残しだめ先取り貯金、先月までの合計やイレギュラー出費を計算してみます。はい、とすると現金は232万1452円となります。最後に現金と投資の分のお金を足して資産の合計を確認します。計算するとドン、313万8714円です。初の300万円突破です。やっぱりこう切りのいい大台の数字に乗っかると結構嬉しいですね。今後頑張る意欲もモリモリと湧いてきてるなと感じます。ガメさん、ガメさん、ブンビン、貯金の進捗を表すグラフの代わりに、カメさんたちが500万円のゴールを目指して進んでいくこの企画。目下の目標はここ、黄色いリボン300万円の地点です。今回ここを超えていきます。それでは愛車団子丸号に乗って出発。ブーキキ、ここら辺かな。来月もたくさん進めるように頑張るからです。家計管理はチーム戦、なぜか仲間がいると楽しくなっちゃうっていうことありますよね。我が家では月末には必ず夫と家計簿とペーパーレスになった通帳を一緒に確認して喜びを共有するようにしています。このタイミングで1ヶ月の目標の振り返りと翌月の目標も確認します。せーの、来月も頑張ります。というわけで次回の貯金チャレンジもお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。